編集からの、はい、ちょっと試合前はちょっと食べてなかったんですけど、試合が大会の4日目で終わったので、終わった後に選手でピザパをするという美味しかったですね。これチーズと、こっちは普通の具沢山の、うん、結構チーズの方が人気で、うん、これがちょっと、ヘビーな感じではあるんですけども、なかなかそういうのを入江選手が食べてるイメージがないですけど、普段は全然食べないんですけど、ちょっと試合終わった後のこれ息抜きで食べました。選手村ならではですね、結構みんな、試合前はちょっと控えてたり、試合終わったらちょっとみんな弾けて炭酸飲料飲んで、もう脂っこいもの食べてアイスクリーム食べてみたいなのが、なんかちょっとそういったのが選手村の楽しみとか、レース終わった後の楽しみではありますね。